ともぶちです。今回も削ってやりますが、今回はショットガンを使ってみようと思います。で、まあ割ともうすでに進めてて、ここまで解放してます。で、この初期武器がくっそ使いづらかったんで、速攻で、ここまで来たらなんか買おうと思ってノバを買いました。これがね、なかなかに楽しくてね、ちょっと今回やっていこうと思います。 100% ヒューマンウィン。このマップは初見ではないんですけど、まあその名の通り 100% 人間側が勝ちます。ただし1人だけというわけで、今まずこれが運ゲーです。いわゆるあれです、フォールガイズです。はい。8分の1を引くとこうなると、初期ゾーンがこうやって来てしまうと。このマップ銃を見せるあれがないんですけど、チャンスが、タイミングが。で、まあフォールガイズですので、その周りの人間どもを、あ、おい貶めていくゲームですね。で、最終的に自分が最後一人勝ち残ると。そういうマップです。まあぶっちゃけ防衛するタイミングない。こういうとこで撃って金稼ぎするぐらい。あ、でもここは結構防衛要素あり。ほら、今後ろからゾンビ来てたでしょ。ここちゃんと防衛して、で、ゾンビがワープするので、その瞬間反対側に行くと。ノバ使ってみたいけど、ショットガンなんで近接なんだよね。あんま来ねえな。余裕がない。本当はもうちょっと撃ちたいんだけど、この人に加勢しよう。結構さ、この分かるかな、ノックバック結構強いと思うんですよね。さすがショットガン。まあ実はなんか遅謎に掘る。あ、邪魔をしないように譲り合いの精神。の、ちょ、俺が一番前だな、これ。あ、いけた。今の1位じゃね、1位だ。あんま関係ないけどね。リロードしとこう。まあ、ショットガンはノックバック、実は、この前、ナーフ入ったんですけど、全体的にショットガンはね。まあ、ノックバックが強くなって、代わりにダメージが減ったのかな多分。これも一応ちゃんと防衛しないと。おっぶねー。ゾンビを押し付けて罰ゲームで、これがラストゲームですね。あー、終わった。まあそのフォールガイズと同じで、残り一人にならないとあかんと。残り一人じゃなくて、一番最初にクリアしないといけないと。まあ、今、まあこんな感じでね、あそこにゴールがあるんだけど、一人しか勝てないので、きつい。むずいです。で、まあ最後ね、ショートカットしようとしたんだけど、失敗しました。あそこのショートカット、裏で練習しときたいな。なんか終わんねえな。あ、カウント始まった。ここなんか、時間差あるよね。試合によって。さっき、一番最初にクリアした人以外がさ、ガラスに閉じ込められてたけど、そのガラスが壊れるタイミングもなんか、
いつもより早かったわ、今回ちょっと話したいこと多いのに、このマップの説明で1試合分使ってしまったけど、今回からね、私事ですが、モニターを買いまして、新しく。165Hz のね、ゲーミングパソコンを、ゲーミングモニターをね、もうすんごいヌルヌルなんですよ。本当に、全然違う、60Hz と。で、これで、ようやく、ね、デュアルモニターデビューを果たしまして、もうすごい便利ですね、もう。なんだこれ？ここ初めてじゃね？このまま真っ直ぐ行けばいいの？ちょっと、来ーい！なんだこのゲーム。まあ、こういうとこがフォールガイズですね、完全に。もう、クソがよこうなったら、できるだけ人を食う。ただそれだけ。ちょっと練習もしとこう。今のうちに。いやー、そうか、ここ。最後、残り一本になると合流するから、そこで押し付け、押し合いが発生して、大変なことになると。これもうほとんどあれじゃん。もう、33人もクリアできてねえよ。ほとんどが、押し出されて、ゾンビの餌食になったな。もうこれ次ラストゲームじゃね？ってぐらいの人数だな。これ、ある程度時間経んないと、終わんないから、あ、終わった。あれ、まだ、まだ間あるわ。あと2000かな？うん。ゾンビはマジで割と見てるだけのゲームが多いですね。うん。これで。多分何人か取り残されてるから食いに行くと。人数制限があるので、クリア者に。できれば撃ってもらった方がお金になるんだけどね。防衛ボーナスじゃなくて、被弾ボーナスで。あ、これね。え？まだやんの？もういいだろ。あ、ミスった。これ普通に一人で対応するの大変そうやな。やばくね？終わりだろ、こんな。生き残ったな。バランス、ちょうどいい感じになってるわけだ。しかし、俺の焦り力で、はい。ああ、くそ。誰かに取られた。え？あ、ラストゲームって複数個あるんだ。初めて見る。まあ、これもレース系ですね。うん。もはや別ゲーなんだよね。このマップ。あ。おー。おめえ。いつ、自分があそこに立てるんだろうか。ヒューマンウィント。やばいな。やばいことになってる。ああ、すごい押される。なんか大変なことになってるぞ、後ろ。後ろの音がやばいぞ。何これ。あ、そうか、ゾンビ後から来るから。おもろ。事故すぎる。